そうだよ。はい、どうも田中里面です、お願いしますということで、いよいよ来てしまいましたが、はい、今日合格発表の当日ということで、東大二次試験の合格発表が間もなく30分後に、はい、ネット上で配信されるということで、その前に森手先生が駆けつけてくださいました。そうだよ、血液かけつなってくれました。何て言いました、あ、駆けつけてって言ったんですね。あ、駆けつけて、はい、ちょっと緊張してるかもしれないですが、はい、いつも通りかもしれないですが、自己採点みたいなこと、二次試験の自己採点みたいなのをしたんで、はい、国語は、まあ、120点満点ですね、二次試験は、うん、で大体、まあ、50から60かなっていう感じで、なるほど、まあ、古文とかが若干活かしたので、うん、まあ、その分去年難しかった分今年の方がちょっと解きやすかったなっていう印象。なるほど。どうなんですかね、普通のなんか例年で言うと国語って多分もうちょい高いんですけど、うん、でも去年ぐらい難しくて、確か平均、まあ、平均って出てるのかな、出てないかもしれないけど、平均は出ないです。鼻を置くんですね、そんなどういう、うん、落ち着きたいっすね。密着して、何かと密着したいみたいな。数学です。数学が今年はかなり生かしたと言われていて、はい、幅があるんですけど、はい、まあ大体45から55かなっていうぐらいで、まあ、僕の中では悪くなかった感じではある。うん、ここの数学で、どうなんだろう、生かしたっていうんで、結構みんな取るとは思うんですけど、どれぐらい他の受験生が取れてるかっていうところで、できればアドバンテージ取ってたいなっていう。生かしたじゃないですか。生かしたなんですか、その生かし課題みたいな。発音問題ありますかね。発音問題とかない。世界史はですね、大論述のある、はい、おー、いい、40から45くらいかなっていうイメージ、うん、なるほど、はい、やっぱ時間、はい、世界史に取られちゃったっ、ね、そう、あ、そうなんですよ。東大の入試は社会科目一緒で、まあ、世界史と日本史を合わせて150分で解くっていうシステムなんですけど、うん、まあ、そこでどう時間割り振るかは受験生の自由で、その中で僕は世界史に90分かけちゃって、日本史60分で解くっていう感じになっちゃったんで、本来ならば本当戦略としては世界史でささっと終わらせて日本史に時間かけたかったんですけど、それがうまくいかなくて、じゃあ日本史の方行くと、日本史がそれでちょっとかなり不安なんです。はい、で30から35って。ああ、なるほど。はい、やっぱり日本史1問4題出るんですけど、大問が考察する感じの問題が多いんで、資料見ながら、はい、英語っすね。さあ、英語ですよ、はい、あの、まだね、英作文の動画を出してないんですけど、まだ、あ、撮ったけど、はい、まだ出していないんですけど、そっかそっか、80点ぐらい取りたいなっていう感じで、まあ、英語をしっかり勉強したつもりなんですけど、はい、おそらく60、70かなっていう感じでした。そうですね、合計点、共通、まあ、だいぶ幅があると思う。そうなんですよ、だいぶ幅があるんで、共通テスト84なんで、ここもビハインドなんですけど、合わせて550点満点ですね。共通テストが110点分で、二次試験が440点分で、だいたい計算したら550点満点中の310から350というめちゃくちゃ幅がある感じがしましたけど、下の方だと、まあ去年の合格最低点と比べると受かってますね。去年が低くてやたら難しかったですよ、ね、数学とか国語が特に難しいって言われてて、で去年の合格最低点が306点で、そっから数学とかがまあ簡単になったって言われてて、どれだけ合格最低点が上がるのかっていう、そして言いますね、出てます。えちょっと待ってください。はい、ちょっと一応まあ、前期に定の最高点、最低点、平均点とか出てるんで、ちょそれをまず見てみたいと思います。で、最低点見たら、あ、そっか、でも分かんない。分かんない。これも僕の幅あるんで、実際データで数字出てますね。最低点、340点。ギリ可能性あるか。僕350です。よくて。よくてです。はい、ね。まあ、ってことで、合格最低点は、去年と比べたら35点上がってます。うん、あー、怖え、こっから。7200人の方が出てる。そんなにか。あー、ちょっと怖い。目線をやるのが。はい。ちょっと待ってください。なかった。うわぁ、なかったっす。ここですよね。ここ、うわぁ、いや、一瞬こっちとこっちであったかと思ったんだよな。うわぁ、5人間空いてますね。うわぁ、いやー、やっぱ厳しかったっすね。まあ、いい5人飛んでた。まあでも自分の甘さだったかなっていうのもすごい思いますし、まあ本当に、ね、森手先生もすごいサポートしてくださいましたし、先ほど
来てくださいまして、本当に経典塾さんはじめ平井先生とかがものすごく、ね、長きにわたってずっとサポート、なかなか動画とかでは最近言ってないんですけどね、ずっとサポートしてくださっていたところもありまして、まあ、そういう、まあ、他にも、まあね、他の先生方とか、あとまあ松原先生も今回、タッチメントとかでも支援していただきましたし、うん、まあ、竹ちゃん先生というのが、竹内先生、明治大学の竹内先生とか、あと、まあ、そうですね、高田先生とかが、まあ、最初のきっかけ作ってくれたところもありまして、まあ、その他、まあ、まあ、こうして田中さんとかね、来てくださってますけども、いろいろまあ先輩方ね、芸人時代の先輩方とかも本当にすごい良くしてくださって、試験終わったとかもいろいろ、サポートしてくれたのに、なんか本当に申し訳ないなって気持ちですね。はい、そしてはこうやって見てくれてる皆さん、皆さんすごい気苦ってずっと、まあ、応援してくださった方もいて、まあそういう言葉をかけていただいて本当に僕も励みになりましたし、本当にまあ皆さん、まあたくさんの方には本当にサポートしていただいたので、まあなかなかそういう立場で受験できるっていう生徒さんって全国的には、まあ、本当にないと思うんですけど、まあその中でこうして、挑戦してこれたっていうことは、まあ本当に本当に皆さんのサポートがあってることだけしかないんで、その期待に応えられなかったっていうのが本当に悔しいっていうか申し訳ないっていう感じですね。はい、もうこういう感じになってしまって、まあ悔しいですね本当に、まあ申し訳ないっていうですね本当に、なんかまあ自分の爪の甘さが本当に出たっていうところもあって、まあ皆さんが本当やってくれていたのにできなかったっていうところが、本当自分の弱さだったりっていうのが出てしまったなっていうのを本当思いますね。とりあえず情けないというか、はい、まあまあまあ本当にそういう情けない思いとかはあるんですけど、まあそれでもまあこうして、まあなかなかまあできない経験をさせていただいてるっていうことで、まあ本当それでありがたいなっていうところもあるんで、まあ僕、まあこの後もまあ東大受験をしっかりやってきて、まあいろんな声はあったと思うんですけど、まあそれでも良かったと思ってることには変わりないので、まあ次に生かしていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。はい、はい、なるほど。僕もらい泣きするタイプの人間なんで、はい、あんまり。いや、すいません、本当に。みんなでこう、惜しみになっちゃうと、本当、この配信があれなんで。頑張ります。はい、まあ僕が。田中さんもめっちゃ泣いてるしさ、もう。いや、もらい泣きしてるしさ。めっちゃ泣いてるしさ、もう。すいません、はい。いやー、まあ本当は合格して、泣けたらよかったんですけども、はい。まあね、本当皆さん、来ていただきまして、こうやって、見届けていただいて、ありがとうございます。もうケツ笑うな、はい、いやこれで笑わないと無理、泣いちゃうんで、僕映画とかめっちゃ泣くから、笑っていただいた方がね、そう笑わないと無理だよ、いいですよ、ちょっと耐えられない。一旦配信は終わらせていただこうと思います。でまた落ち着いたら、動画の方でいろいろとご報告だったりとかさせていただきたいと思いますので、皆様早くご視聴ありがとうございました。いや、結構泣くのにな、もうみんな。いや、僕も泣くつもりなかったんですけど、いや、なんか、急に来ましたね。すいません。いや、これ、うちのチャンネルこれ流れたら、さ、もう、いつ笑ってるわって、コメントめっちゃ書かれるわって思って。そこはうまく演じてね。いや、もうしょうがないっすもん、それ。リアルで、リアルで笑ってる、笑ってる、めっちゃ書かれる。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました、すいません。いやいや。もうまあね、どうなっていくのかですけどね、生放送、はい、生放送の怖さが、ね、ありますよ。森哲先生いてよかったですね。ああ、森哲先生いなかったら多分コメント拾いとか全部潤滑に何一つ言ってないと思うんで、僕ら二人泣いて地獄になった可能性あるんで、二人泣いてちょっとよかったですね。ありがとうございます。すみません、ちょっと急にめっちゃ来たな。どうするかですからね。いや、まあまあ、まあ、最後の東大受験ではあるんで、はい、でも何するとかまだ全然決めてないですもんね。そうですね。まあまあ働き、何かしら働かないとっていう。そうですね。そこはあると思うんでね。僕自身はね、別に東大じゃなくて、はい、受験すればいいんじゃないのって思ってたのもあるんですけどね。確かに。そうですね。普通に、
ね、次第も受けてみてとか、そういう感じでやって、で、まあ、でも共通テストやって点取れたら、そう、確率も落ち込むっていうので、あれこれ東大行けちゃうんじゃないってなって。ああ、なるほど、なるほど。とかだったらね、別に、東大企画ではないんで、欲しいのかなとかっていうのはあるんですけど、まあ、それは、わかんない。やっぱ、終わった時にね、もう一回やってほしい、やってほしいっていう声がそういう。それはでも、まあ、そのタイミングだからね、まあ、そうなるとはありますよ。やってる方は。やってる方はすごい。やってる方はもう、この1年、ここしか見てないですけど、1年間やってますからね。それで、ああ、平井先生から電話も来ております、ね、あ、もしもし、お疲れ様です。ああ、残念です、すいません。はい、いやー、そうか、今年は結構高かったということですね。上がりますね、やっぱイカが出てましたね。あ、イカですからね。平井先生もちょっと泣いてた感じありましたね、一瞬。そうですよね、あの感じは、まあ、そうですね。まあ、その今後はね、やっぱめちゃめちゃ鼻水映ったけど。あ、これまだ撮ってる。まだ撮ってる。油断しました。はい、今後はどうですかね、どういう風にやっていくかは、まあ、そうですね。まあ、東大じゃなくて、うん、もう別に受験はできるんじゃないかっていうのは思ってますけど、ただまあ、そう、受験だけしてればいいわけじゃないんでね。そうですね、まあ、確実に生活といろいろ、さすがにね、もういい年もいい年ですし、そうですね。生活をまあ考えて、行かなきゃいけないところは絶対あるんで、うん、まあ、そこは、そうですよね、そこは間違いないです。もう江戸時代だったら死ぬ頃ですよね。江戸に、そうですね、もう最近ねロスタイムっていう感じです。ロスタイムでなんか暴落をしてるんで、江戸の時代でロスタイムっていう表現がちょっとあれですけど、うん、いや、やっぱ生活あっては辛いですからね。うちのチャンネルでもね、まあ、ルーとかルイちゃんとかやりました。ああ、はいはい、やっぱ大変そうですね。仕事しながら受験ってこんなに大変だったんだっていうのは味わってましたからね。いや、大変だと思いますよ。まあ、とりあえず、まあ、お疲れ様でしたということで。あ、こちらこそ、すいません。はい、あ、まあ、これはでもそう、受験の、まあ、何回も実感してますけど、まあ、厳しいところですよね、やっぱ。そうですね。令和とともに、はい、やってきました。令和とともにやってきました。元年、2年、はい、3年、4年、5年と、うん、はい。そうだ、確かに。うん、はい、ありがとうございました。本当に応援していただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今後に関しては、はい、きっと大佐の方からいろいろと出ると思いますので、お知らせも、はい、そちら見ていただければと思いますので、大佐のチャンネルも貼っておきますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。